夏色セレブレーション続きをやっていきます。今日のユナを攻略、もう心に決めた。でもたけしもまだわかんない。たけしも攻略する可能性はある。よし、じゃあ寝よう。寝て、次何日目だ。8月6日かな、多分8月6日でいいはず。あと14日ぐらいの、2週間ぐらいのうちに攻略をして、で実家に帰省すると。よし、6日。朝起きてまた学校だな。おはようございます。わあ、もう朝か。昨日の夜は変な女に会っちゃって大変だったな。そうだよ、ファーストキスバレたんだよ。ファーストキスを。おかげでいつもより早く目が覚めてしまった。って普通に起きなきゃいけない時間じゃないか。どういうこと？少し早く目が覚めたな。あれ、いつもの時間だ。どういうこと？あ、何？あ、管理。今日は早いんだね。管理人のおばちゃんって言われに若いね。豚のエプロンして。はい。あ、管理人のおばさん。あはは、いつもと同じですよ。いや、やだな。まるでいつも遅刻してるみたいに。あれ？その子は？いや、いつも遅刻してないし、一回も遅刻してないじゃん。だって、モテ太郎は。あ、これは近所の幼女の子だな。ああ、この子かい？この近所に住んでる大崎さんちの真帆ちゃん。大崎、これ大崎って読むんだ。ちょっと待って、これ書いとこう。これで大崎ね。漢字読めない成人だからね、私。大崎。はい。大崎真帆。大崎真帆ちゃん。はい。わかりました。大崎真帆ちゃん。メモりました。そうですか。おはよう、真帆ちゃん。あ、行っちゃった。人見知りか？照れくさかったんだろうさ。はあ、あの子何度か見かけたことあるけど。ああ、うちの犬を散歩に連れてってくれてるんだよ。もう、そっか、なんだっけ、パンタ、あれ、ワンタだ、ワンタ。あのワンタを。小学生の女の子じゃ大変だろうな、あのワンタだもんな。あ、やばい、遅刻だ。じゃあおばさん、こんなに長い間喋ってたはずじゃないけど。気をつけて行っといで。あ、朝食食べたのかい。じゃあ遅刻しそうだから、いい遅刻しそうだから、それはいい、今日はいい。あー、本当だ、9時10分だ。10分遅刻か、これ。とは、昨日変なやつと会っちまったおかげで今日は遅刻だよ。いや、関係ないでしょ、朝起きてたじゃん。普通に起きてたじゃん。ま、でも変なやつだったけど、どっかで見たことある気がするんだよな。いや、3回目だよ、確か、昨日で。モテ太郎も急に記憶喪失になるね。まあいいや、それよりも今は絶体絶命状態のこのピンチをなんとかせねば。いや、もう、すいません、遅刻しました。で、入った方が一番いいよ。変な言い訳するよりも、すいません、寝坊しましたって言った方がいいよ。寝坊してないけどね。おばちゃんと、おばさんと話してたからでしょ？そーっと、おはようございまーす。こら、誰だよ、わしの授業に遅刻してくんのは。うわ、あ、すいません。なんてね。え？あー、クミコのボイスはない。なんでだ？なんでだ？今日は自習よ。ラッキーだったわね。先生、奥様がご出産ですって。なんだ、慌てて損した。代わりの先生は二次元からだそうよ。もう少しゆっくり寝てられたのにね。ああ、そうだな、昨日ちょっといろいろあってな。マジ今日眠いんだよ。よって、中庭でももう少し寝直してくるわ。
あ、中庭でか。ちょっと、冗談の通じない人ね。まあ、いいわ。ユーナがいるかもしれないから静かにね。ああ、教室うるさいもんな。日々のは？欠席みたい。また追っかけじゃないの？追っかけじゃないの？相変わらずだな。じゃあ、ちょい行ってくる。あ、ねえ、モテ太郎。ん？昨日のことなんだけど。うん、なんでもない。ごめんごめん、気にしないで。あれでしょ？あの、男子生徒に告られた話でしょ？知ってるよ。なんだ？昨日の告白の件のことだろうな。ここは突っ込むのはやめておこう。休み時間まで戻らなかったら起こしに行ってあげるから、安心して寝てなさいな。ああ、頼んだぞ。やけにサービスいいな。いや、それはモテ太郎のことを好きだからです。うわあ、本当に眠い。朝っぱらから外で寝るのも気持ちいいな。ふう、うとうと。来るか？あ、ね、本気で寝ました。20分寝ました。でも、あれでしょ、起こしに来るのは、京野さんでしょ。京野ゆなでしょ。気持ちいいな。ん？起きる。そのまま寝ている。そのまま寝てよ。もうちょっと寝てよ。まだ眠いな。音がしたのに起きない。さらに20分経過。何やってんだか、起きなさいよ。本当に起きる。やっぱりまだ寝る。いや、まだ寝るでしょ。さらに20分経過。あ、ユナさん来た。ユナ来た。さん、ふう、起きなさいな。もうちょっと寝てるか。もうちょっと寝よう。うん。もう本格的。うわー、スピビュー、ゴーゴー。どういうね、寝言？どういういびきこれ。あ、まこと。ねえ、起きてん。起きないといけないことしちゃうよん。これ、まことが言ってんだな。な、うわ、やめろ。それだけは勘弁。やっと起きた。40分違うな。1時間寝てた？一体何されと思ったんだろう。いや、やっと起きましたね。もう2次元目が始まっちゃいますよ。あれ、朝霞が来るはずじゃ。残念でした。朝霞さんは先生に頼まれごとで来れなくなったんです。というわけで僕代理。ちょ、これボイスがないのはすごい嫌だな。ちょっと待って。キャラクターボイス。オン、オフ。あ、でもフルボイスではありませんって書いてあるわ。はいはい、わかったわかった。目覚めが悪いじゃねえか。お互い様です。そんなこと言うと、エルちゃんのニューシングル聞かせてあげませんよ。授業サボってまで買ってきたんですから。そういうことを堂々と言うなっつーの。てっきりただの欠席だと思ったよ。この後、エルちゃんのイベント続きますからね。来れる時に来ておかないと。お前ね。もうエルちゃん大好き。エルちゃん大好きっ子。ああ、なんとか眠気も覚めたかな。後半、ちーっと真面目に自習するか。それにしてもなんだか変な気持ちだな。それはあれだよ。昨日の晩にファーストキスを奪われたからだろ？モテ太郎。それをさ、クミコ、朝霞にさ、言ったらさ、やきもち焼くんじゃない？さて、これからどうしようかな。誰かに電話してみるか。そりゃ電話する人といえば、それはユナですよ。ユナに電話だ。今日はどこにいんだ？はい、今日のです。モテキさん、何かご用ですか？うん、これからさ、はい、来ますよ、皆さん。縦の点々点が来ますよ。はい、はい、はい。これ絶対横でいいよね。絶対縦じゃないよね。じゃあね。で、どこだ？またララ？今日のさん、午後はララにいるとか言ってたな。行ってみるか。あれ、前に行ったのララだよね。ララってファンシーショップでしょ？もうお気に入りになっちゃったのか、ファンシーショップ。
そうだよね、ファンシーショップララだよね、確か。ララ。そうだな、ララに行こう。またねだられちゃうかな。まあでも買ってあげよう。もう何か昨日の影響でついつい来ちゃったけど、相変わらず女の子ばかりだな。さすがに今日は誰もいないだろう。よし、今日はこっそり昨日買えなかった、あん、昨日買えなかったあのカトリの方を買う。あ、いた、やっぱいたか。今日のさーん、何、音楽が止まったんですけど、今日のさん？すまじバグ、あ、よかった、びっくりした、また止まったかと思った。あら、モテキさん、2日も同じお店でお会いするなんて。あ、今日は制服なんだ、学校帰りに寄ったのかな。モテキさんもこれが忘れられないんですね。あの犬のね、犬のやつね。完全否定できない自分が情けない。あー、まさか、違うよ。今日のさんこそまた何か？ええ、携帯にストラップをつけていなかったので。このキャラクターのシリーズで？はい、ハマってしまって、キャラクターが玉乗りしてるのがいいかなと。へえ、かわいいんじゃない？何色の玉に乗ってるやつ？それ、そこ重要？何色かは重要？あー、やっぱり緑。あ、髪の毛も緑だもんね。明るい緑色のです。ずいぶん迷いましたけど。目に優しそうでいいじゃないか。目に優しいの、緑って。まあ、森林浴とか言うからいいのか。クミコ来た。ほんと、ユナっぽくていいわ。あ、二人で来たんだ、今日は。朝香さん。朝香まで。お前いつから？携帯ストラップをのあたりからよ。後ろから見てたらカップルみたいなんだもの。声をかけにくかったわ。いや、カップルですよ、もうね。偶然に会っただけですよ。うん、分かってるわよ。100億が1にでもそんなことになったら一番に教えてね。クラス中でお祝いしてあげる。いや、そう言いながらクミコはだってモテ太郎のこと好きなんだろう。お前は何もそこまで低い確率にしなくても。朝かも買い物か。うん、そういうわけじゃないけど、たまにはブラッとね。いや、これはどっかで見てたな、多分モテ太郎の行動を見てついてきたと見た。見てたら欲しくなってきちゃう。私も買ってこうかな。何色にしよう。わあ、お揃いですね。じゃあ俺もついでに日比野にも買っておいてやろう。あいついじけるから。中学生みたいなことしてるわね、私たち。そうだな、けどたまになんだから、童心に帰ったつもりで。童心にって、もう高校生が言うな、童心に帰ったつもりって。あんたはいつも帰ってるじゃない。何よ。わーわー、なんだか嬉しいです、とても。ありがとうございました。キャンペーン期間中です。何のキャンペーン。1000以上なんで箱の中からくじを引いてください。やった。そんなのがあったんですか。知りませんでした。3つ一緒に会計したからね。モテ太郎引いてよ。私たちのためにも海外旅行ぐらい当ててよ。何が当たるのですか。1等はペア国内温泉宿泊券、2等は4名様遊園地招待券、3等は4名様プール招待券。おー、ペアはまだ早いな。4名のやつがどっちか欲しいね、俺。4等はアミューズメントセンター、3000円分カードに、5等はアイスキャンディーです。さあどうぞ。そんなのねえって。残念だった。うん、残念だったな、朝か。せっかく当ててやろうと思ってたんだが。じゃあ、国内温泉を格を落とすから絶対当てなさいよ。俺の運はインターナショナルなんだよ。どういうことだよ、もう会話がわかんねえ。どういう運だよ、そのインターナショナルな運って。初めて聞いたよ。はいはい、わかったから早く引きなさいよ。任せとけ、マジでくじ運はいい方なんだ。じゃあ期待を一身に集めて。多分ね、多分これプールと見た。
一番、これもか。うわ、これで何かあれ？一番上の方にあるやつ。真ん中ぐらいの、そこから選んで。あのね、マサル子はいつもくじの時は上の方を、上を取るんだよ。その戦法でいこう。上の方。一番上の方にあるやつを、それ。開けてみて。どうだ？何が来る？何が来る？はい、はーい。さーて、どこの温泉かな？思いっきり期待してんじゃん。ビリビリ。あ、当たりだ。すごい。4等だけど、4等かー。4等はなんだっけ？アミューズメント、なんちゃらか。アミューズメントセンター？わー、ヨウがいるとこじゃない？ヨウが夜遊びしてるとこだ。ファーストキスの相手ね。ゲームがいっぱいあるところよ。フューチャー X ファイターズがあった頃はよく遊びに行ってたな。なんだそれは。どういうゲームだそれは。フューチャー X ファイターズは。どういうゲームだ？ファイターズ。あ、知ってます。彼氏いないんでしょってやつですよね。どういうやつそれ。彼氏いないんでしょって言われるゲーム？何そのゲーム。面白そうだけど。近くを通りかかった時聞いたことはあります。激に。何に？何に似てんの？おめでとうございます。はい、どうぞ。楽しんできてくださいね。ユーナは行ったことないんでしょうから、ちょうどいいんじゃない？よし、じゃあ今から行くか。いや、行ったらまずいんじゃない？あの、不良な方々とかいらっしゃるんじゃ。はは、今日のさん、間違って覚えてる。知識が、間違って覚えてる知識が多すぎ。そんなことないよ。いや、いるよ。スケバンみたいなやついるよ。スケバンみたいなやつ。そうよ。くじ引きの商品になるぐらいなんだから。行こうよ、ユナ。社会勉強も大切よ。はい。皆さんと一緒なら。お、行くんか、この後。うわ、絶対いるでしょう。でも、あいつがあそこで遊んでるのは夜か。ヨウが遊んでるのは。You win!なんだこれ、何遊んでた？ユナ、本当に初めてなの？うますぎ。もう4人抜きだよ。技の出し方は知ってるの？これストリートファイターみたいなことな。ウィーウィーンっていうことは。それがなんとか X ファイターズがそれか？でも彼氏なんちゃらかんちゃらって言ってたよね。彼氏いないの？みたいな。いえ、適当に押してるだけ。あんですよ。キャわ、大車輪。大車輪どういう技それ。大車輪の技ってどういう技。なんかこう指が勝手に動くっていう感じです。やん。あ、おお、難易度 C の超永久裏技。難易度が C なのに超永久の裏技ってどこだそれ。どの位置だ一体。難易度的には You win。 またウィンじゃん。また勝ったじゃん。ぬるゲーじゃん。じゃあ初心者でもユーウィン、そんな連チャンできるの。ふー、すごい。あ、結構面白いんですね。癖になりそうです。わいやわい。これでユナが不良少女にとスケバンに変わっていくか。ここであのヨウときっと出会うでしょう。そのうちユナがここに通っていたらね、そのうちヨウと出会ってヨウの影響を受けて道を踏み外す。あ、バイトか今日。あ、そっかそっか。じゃあバイト行こう。あ、バイトのお姉様もいたな。そういえばな。ただこれ同時攻略はできないはずだから、お姉さんはちょっと今回は違うかな。ヨッテリア。ヨッテリアにやってきました。バイトにね。あ、店長はいいか、うざいから。さあ、お仕事よ、モテ太郎くん。はい。よし、バイトだ、バイトだ。このバイトで、ユナに、またなんか買ってあげないと。いらっしゃいませ。店内でお召し上がりですか？ヘルシーバーガー S セット、照り焼きバーガー M セットですね。で、バイト終わる。そうだ、モテ太郎くん。何ですか急に。今度の日曜日、暇かしら。どう？映画でも行かない？デートに誘われました。
は年下好きか、エリナも。エリナもモテ太郎のことが好きか。映画か。愛の泥沼なら、スターウソーズなら、行かない。いや、これ行かない方がいいんじゃないか。ユナールートに行けなくなるもんね。いや、行くのやめよう。行かない、行かない、行かない。映画はちょっと、そう。あー、切れてる、切れてる。姉さん、切れました、姉さん。いやー、ごめんなさいね。僕は今、ユーナなんで。あ、ユーナか。ユーナなんで。そう。じゃあ、いいわ。あ、エネアさん。行かないよ。僕、ちょっと年上で今は興味が、本当あるけど、興味がないんで、っていうことにしたいんで。モテ太郎くん、お疲れ様。あ、お疲れ様です。せっかくエリナさんが映画に誘ってくれたのに残念なことしたかな。いや、かなり切れてたよ。エリナがかなり切れてました。じゃあいいみたいな。もういい。せっかく私がプライドを投げ打って年下の男を映画に誘ったのにって。ああ、疲れた。腹減った。飯にするぞ。飯飯。で、飯食って。で、たけしと会うか？いろいろ出かけてきます。あ、いろいろじゃない。何々？出かけていきます。今夜の夕飯は各自で賄ってください。管理人。そんな量ある？そんな自由な量ある？寮母さん。ご飯は用意しといてよ。頼むよ、ばさん。仕事はきちんとしてから出かけてくれよ。どうする？腹は減るけど、めんどくさいしな。ファミレスにでも行くか、コンビニで我慢するか、今日は断食だ。あー、これファミレスとかコンビニ行ったら絶対用に合うよね。ファミレスはやべて、コンビニ行こう。コンビニでしょ。あの、ヤンキーとかああいうのがいるのはコンビニだ。コンビニ行こう。コンビニ弁当で我慢するか。コンビニ買いに行こう。ロビンソンね。コンビニのロビンソン。あれ？そっか、コンビニでのではないのか。結局カップ麺になっちまった。俺って相変わらずだな。さて、これからどうしようか。パソコンを使う。そうだな、今日の記録とかをしておきたいし。OK、じゃあ記録をして、で、寝よう。記録して寝ます。セーブ。4つしかないんだね。じゃあ、ここに重ねちゃおうか。セーブするんですか？セーブします。すいません、セーブをします。 OK OK。 じゃあこれで、はい、で寝よう。でこれで寝たら今度は8月7日か、いや6日、今日は6日だったから寝て7日か。さてこれからどうしようか、で寝る。そろそろ寝るか。よし、寝て。で、7日は、講習受けてバイトなしと。で、またファンシーショップララにいるんでしょう。あ、でも、ゲーセンはもう、あれか。でも、ユナがゲーセンまた行きたいって言いそうじゃない？そしたら2人で行こう。行く選択肢があればだけど。でもそこにヨウが現れてな、三つどもえだな。私のファーストキスを奪ったのよとか言いそうだな、あいつ。今日は休みの日なのに、いつも通りに起きてしまった。あ、今日休みか。いつもなら学校だけど、今日は講習期間だから。ん？今は講習期間だから休みなんだよな。はあ。まあ、その前に夏休みなんだけどね。寝直してもいいけど、せっかくだからどこかに出かけるか。今日は休みか。電話とか、ユナが、あー、これはでも、ちょっと、一旦ワンシーショップ行こう。いるかもしんない。ユナが。まだ買いに来てるかもしんない。ハマりすぎて。あの犬の、なんか、キャラクターのやつに。あ、モテ太郎。誰だこれは。クミコか？浅香か？あーっと、たけし！たけし、その格好？
お前その格好、どういうこと？その格好でなんで来ていんの？ここに。ああ、今から稽古だ。お前も来るか？やめとく。それよりお前、そんな格好で出歩いて恥ずかしくないのかよ。何がだ？もういいよ。それじゃな。あいつ、時々わからないところあるよな。家からそれなの？家からそれでもう出てきたってこと？それはちょっと恥ずかしいと思う。恥ずかしく思った方がいいと思う。さすがに、たけしは。まあ、家から学校までさ、30秒ぐらいだったらいいけどさ。今日はちょっと疲れた。明日もあることだし、もうそろそろ寝ようかな。あ、今日はすごい遅、あれだった。まあ、今セーブしたばっかりだし、寝よう。今行く場所がダメだったか。待って、ゲーセンに行くべきだったか。さすがに。そしたら、もう次のゲーセン行こう。ゲーセンにいるかもしんないって言ったのに、ゲーセンに行かなかったわ。でも、ファンシーショップにいるかもって思っちゃったんだな。あの、ユナが。ユナはもしかしたら、ゲーセン休む。8日。これは映画館に誘われた日か。逆に映画館に誘われて断ったのに映画館に行ってみる。日曜日休みでしょ？完全に。今日はいい天気だな。部屋にいるのがもったいないくらいだ。それじゃあ、パーッと遊びでも行きますか。まあね、映画に誘われたけど、映画を断って、映画館に行ってみる。映画館に行ってみようか。映画館に行こう。なんであの人、誘い断ったのにってめっちゃ怒るよね、多分。どうだい？あー、やっぱりいた。どういう気持ちなんだろう。どういう気持ちなんだろう。私の誘い断ったのにモテ太郎来てるじゃないってなるよね。あら、モテ太郎くんじゃない。エリナさん。やっぱり映画見に来たんだ。何を見るつもり？これ絶対切れてるよね。だって誘い断ってんだもんね。もう二択になっちゃうのか。見ないっていう選択しないのか。愛の泥沼、スターウソーズ。いやー、もうそれ愛の泥沼でしょ。愛の泥沼です。絶対高校生が見る映画じゃないよ、これ。そう、じゃあね。怒ってる、怒ってる、やっぱ怒ってる。エリナ怒ってるわ、これ。じゃあねって言われたもん。わー、怒ってる。俺は一人で愛の泥沼を見て、それから寮に戻った。これはちょっと、まずったか？わー、めっちゃ怒ってると思う。なんとなく時間が余ってるんだよな。気分転換に外にでも散歩に行こうかな。出かけよう。出かけよう。そっか。誰もいないか。涼しくなってきたし、寮に帰ろうかな。今さだな、付き合ってろか？これ、たけしでしょ。わあ、背後から抱きつくな。誰だ？たけしでしょ、これ。たけし。止まるなよ。ああ、うわ、ようか。だがなんだよ。大げさなやつ、耳が痛くなっちまうぜ。よう、お前、普通に登場できないのかよ。幽霊みたいに言うなよ。いいだろ？ありきたりな生活に刺激ができて。十分刺激的な毎日送ってるんだよ、俺は。なんだよ、お前こそ。暇なのか？やっぱり、要はさ、ストーカーだよ、モテ太郎の。行くとこ行くとこにこいついるもん。そう、お前に会いに来たんだ。遊んでもらおうかなって思ってさ。どっか行こうよ。いいだろ？そう素直に言われると仕方ねえな。どこに行きたいんだ？どこでも、お前の行きたいとこ。これからか、そうだな。俺もどこでもいいよ。俺もどこでもいいよ。暑いし、プールでも行くか。学校に付き合ってもらってもいい。学校に付き合ってもらっていい？学校、プール。学校？でもプール行くか。ここからプール？ちょっとプール行こうじゃん。行けんのか？
そうだな、暑いし、プールでも行くか。え、マジでプール？あ、エッチ。なんでだよ。なんで急にそこだけ恥ずかしむんだよ。恥ずかしむ？なんだそりゃ。なんでだよ。けどお前、水着持ってないだろうしな。とりあえず、食事でもするか。そうだな。うん、やっぱ決めた。何を決めた？プール行くの？何を？先に行ってて。あたい後から追いかけるよ。どこに行くの？だから、主語と述語をくっつけて話しなさい。プールだよ。中に入ってていいから。じゃあ、また後でな。マジでプール行くことになった？って消えた。ついていけん。で、プール行くのやめようぜ。こう言っといてプール行くの。あ、プール行くんか。プールには行くんか。おー、プール。まさか、すっぽかしたりしないだろうな。一人でプールは寂しいぞ。ふぅ。お、待たせ。うわ、よう。だから背後から抱きつくのはよせってば。ようの水着来るか？うわ、ようの水着、その下どうなってる？下。下のやつどうなってんのそれ。ありゃ、わかっちゃった？それはまずいでしょ。上は上でちょっと首輪みたいな感じになってるし。何その水着？わからいでかってなんだ。わからいでかがわからいでか。もう、他にこんなことするやついないよ。そ、で、どう？この水着、おニューなんだぜ。似合う。恥ずかしいぞ。今買ってきたのか？もう、恥ずかしいぞ、それ。なあ。てか、今買ってきたのそれ。てか、どうしよう。いや、今買ってきたのそれ。やばなこと聞かないの。一緒に来たかったんだもん。いいじゃんか。わー、これはもうファーストキスをしたから、もうこれはもう好きになっちゃってんね、要は。そりゃ嬉しいけど、水着を見れて、エロすぎない？その水着、ほんまじで。そうだろ。あたいのナイスバディを拝めるんだからね。感謝しなさい。アホ、仁王立ちはやめなさい。恥ずかしいだろ。ふふ、人目を気にしすぎだよ。自分で思ってるほど他のやつは見ちゃいないって。普段なら同意するとこだけど、今日はダメ。まったく、ただでさえ要は目立つのに。はいはい、うちのじいやはうるさいんだから。んじゃ、人泳ぎしますかね。めっちゃ泳いでやれ。もうバタフライとかガンガンしてやれ。ねえ、あたい泳げないんだ。教えてよ。嘘だろ？でもその格好では泳がない方がいいよ。こんなことで嘘つく必要ないだろ？泳げないとそんなに変なのか？いや、変なわけじゃ。意外だっただけ。いいよ、コーチと呼びなさい。あー、でも飼い鳴らす感じ？これ、首輪んとこで。はーい、コーチ、よろしくお願いしまーす。息継ぎが悪い。足が止まってる。つま先を伸ばせ。いや、本気で教えてる。あの水着で本気で泳がしたらまずいって。ちょい待った。厳しすぎだぞ。待ったなし。もう一回往復するぞ。あー、もう疲れたよ。2時間。ちょっと待って、2時間も泳ぎ続けたろ。もうオリンピック選手じゃん。もうそれ。オリンピック代表じゃん、もう。もう狙うじゃん、もうこれ。ゴール。へへー、あたいの勝ち。ぜーぜー、嘘だ。この2時間で？この2時間で超上達？その水着で？ほんとだよーだ。うわ、なんか手のひらにさ、主って書いてあんのがすごい気になるんだけど。何あの主って書いてあんの？結局、陽のやつに引っ張り回されっぱなしだったな。あいつ、どこからともなく現れるけど、どこに住んでいて何をやってるんだ？今度会う時があったら、その辺を聞き出してやるぞ。そうだね、確かに何やってんだろうね。あー、怒られます。こら、そこまでどこ行ってたんだい？おばさん、だっておばさんがさ、なんかご飯今日はないからみたいな言ったんじゃん。あ、それは昨日の話か。
夜中、夜中、夜中の外出は禁止って寮の規則で決められてるんじゃないか。覚悟はできているだろうね。その棒でやられます？僕すみません、罰として2階のトイレ掃除をやってもらうよ。そんな、それでいいんだったらやります。ささっとやります。それでいいんだったら毎日のように夜中出ます。それでいいんだったら。あー、ひどい目にあったな。今度からは夜の外出には気をつけないと。さて、これからどうしようか。じゃあ一回セーブしよう。そうだな、今日の記録とかをしておきたいし。よし、じゃあ今回はこの辺にして、なんか全然ユナと会えなくなっちゃったけども、次回ちょっとユナに現れそうなところちゃんと行った方がいいね、これね。映画館とか行っちゃったからね、映画館とかプールとか。やばい、ヨウとの仲が深まってきちゃったから、まあヨウのルートもあんのかな、変更。まあちょっとまた考えながらやっていきまーす。ではご視聴ありがとうございました。次回お楽しみにー。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。